いたよ。東京も桜が咲いたよ。そっちはまだかい。何入れたこれ。さんまさんの、さんまさんの。今日開花？今日満開か。満月。満月です。満開です。そうそう。あ、そうなんだ。そう。で、アイが言ってた。あ、本当。多分。多分。すごいね、このタイミングでさ、うちら久しぶりに。ね。ね。どのぐらいぶり？何でしょうこれ。結構。いつあった？元気？イエーイ。そらちゃん元気？そらちゃん元気してる？え、だってさ、うちの今日うち引っ越してから来てないでしょ。会ってないでしょ。会ってない。引っ越す前だもん、4人だった。そう。どこで？あー、いいね。うん。だから9月に引っ越ししてるから。だから半年は経った。久しぶり。久しぶり。久しぶりそらちゃん。久しぶり。8ヶ月前に。元気してる？やばいね。私たち誰でーす。もう恥ずかしい恥ずかしい。ちょっと声のあれが。もう一回お願いします。ちっちゃい声で。私たち誰でーす。でも動画には関係ない。そうだよ。恥ずかしいよって。元気な方がいいんじゃないじゃん。いや恥ずかしいから。じゃもうちょっと大きい声で。恥ずかしい思い出残っちゃうじゃん。私たちに対しての恥ずかしさ、私たちへの恥ずかしさ、そうそう、私たち恥ずかしい、あの時恥ずかしかったなって。そうそう、今誰もいないもんね。誰もいないわ。嘘です。いやいや、ほら誰もいないわ。嘘です。まあまあね、久しぶりです。久しぶりです。元気でしたか？2023年ダラが帰ってきます。イエーイ。誰が帰ってきます。どっか行ってたの？どっか行ってたの？ちょっとね、ちょっと行ったね。ちょっとね、多分ね、あの自分探しの。そうだ。結構いろいろあったな。まあね、それも含めてね、それぞれいろいろありました。あの、みんなにはちょっとあれなんだけど、まあ、4人でね、これからちょっと話すのにカメラを回していこうみたいな。そう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 、なんか思い出をたくさん残していこうっていう。別にいいかな、だら離れしちゃった人はもう大丈夫。それはね、大丈夫です。だってあれだよ、あの久しぶりにダラのチャンネルとかさ、コメント見たらさ、なんか今年一オワコンみたいな、オワコンランキングみたいなのに入ってたから。マジで？マジで？何それ？何それ？オワコンっていうかさ、終わる前があったの。始まってないよ、ね、始まってない。始まる、そのランキングに入ってたら、じゃあ逆に嬉しいよね。なんか、その人が多分勝手につけてるランキングで、オワコン教えて教えて。コメント入ってた。復活ランキングにして。今年一復活、今年一復活ランキング。復活ランキング。オワコンって、オワコンらしいんで。あるんだ、そういうの。あるらしい。オワコンって何？終わったコンテンツ。コンテンツね。あ、まあ終わってたもんね。終わってた、まあね、それは合ってる。終わってた、終わってた。まあまあまあ、だって明けましておめでとうございます。からのから誕生日の2年前ぐらいの生2年。そうだよ、中継で終わり、中継で終わり。ああ、で終わり。そう、配信してね、終わり。そうそうそう、懐かしいね。なんで懐かしいね。ちょっと今年は皆さんと楽しみましょう ね、 ね、コロナ、コロナ禍でリモートをやったりしたもんね。やってた、めっちゃ懐かしい。楽しかったよね、あれは。あれね、まあ、楽しかった、ね。まあ趣味だからね。そうそう、趣味だから。別にダラをお届けするっていう感覚じゃないもん。あ、そうそうそう、私たちのためにやってるチャンネル。申し訳ないけど、思い出せ、思い出作りなんで、全てはだからね、今年はたくさんいろんなところ行こうね。思い出を作りまーす、ね。まあ、暑いから移動しよう。うん、またねー。これで行こう。